ビフをご覧の皆様、どうもご無沙汰しております。ノーゴットでーす。これはビフさんの、はい、多分お正月コメントということで、多分お正月。これももしかしたら前押しでクリスマス流されてもね、ドキドキしますし、あとのゴールデンウィーク流されても困ったもんだなって。お正月ぐらいに見れてるんじゃないかなと思うんですけども、まあとりあえず明けましておめでとうございます。2017年もノーゴットよろしくお願いします。まあ、2016年を簡単に振り返って、はい、ノートいろいろ去年はアルバム1枚出したぐらいですか、あと配信シングル2曲、はい、なんで あとはですね、ノートとしては初めての、室内フェスって屋内フェスって言うんですが、幕張メッセのイベントに2つほど出させていただきまして、貴重な経験をさせていただきました。ありがとうございます。2017年は、もっといろんなことをしたいなと思うんですけれども、ビフさんからの、お願いがですね、漢字1、2文字、すごいですね、選択肢が広がりましたね。2文字で2017年を表してほしいってことなんですけれども、これはどうします、個人で表します、それともじゃあバンドで行きましょう、集団で表します、バンドで行きましょう、バンドで行きましょう、普通普遍の不に通るとか言うの普通でございます。来年も残ったら普通にやります。無理しないでもサボらない、普通これかなと思うんですけど、どうですか皆さん、他になんかもっと気の利いたやつあります？普通が一番難しいからね。そうなんですね、普通で気の利いたやつって気の利かなすぎる。なんで普通が一番でしょ。なんか突拍子のないことするよりは普通だろう方がいいだろうっていう話なんですけど、なんかありますか、その2016年、なんか振り返ってありますか皆さん、なんかそこまで戻す、戻す感じより前に来年のこと言ってたのにもう一回、あ、じゃあ来年の話します。来年っていうか今年です、今年、2017年で何したいですか、野外フェスしたい。あ、それね、いい話ですよ。漢字一つ二文字で野外、野外ね、あ、なんか野外っていいですね。実はですね、ちょっと野外はね、出たいなと思っててね、私は結構いろいろアプローチして、ね、引きこもりなの野外に出たいなって。確かにインド派なんですけども、やっぱね、野外のノーゴットはね、いいと思うんですよ。まあ一回失敗してますけどね、屋上で PV 撮った時に、なんでお天気様の似合わないバンドなのミスターヘブンって曲のね、死にかけたね、なんで、だったね、あれね、俺たちはなんてこう屋外が似合わないんだと思ったんですけども、あの時と衣装も違いますし衣装の問題は年も重ねましたので、ちょっと来年はね、野外フェス確かになんかあればな、多分ビフをね見てる、皆様でね、多分野外フェスの実行委員会の方もいらっしゃると思うんで、はい、ぜひともそちらね、のごと誘っていただけたらなと、思います。あとありますか、なんかのごと的に、はい、来年2017年したいこと。来年はですね、したいことじゃないんですけど、決まってることがいっぱいすることを言うのかい、決まってることがいっぱいです、はい、1月6日に、オーガストで新年会があったりで、はい、新年ですね、1月14日からですね、西ツアー、西日本ツアー、そうですね、アートポップエンターテインメントの西ツアーに前回で参加です、はい、そして2月から3月にかけて、ツーマンイベント8本、はあ、いろんなバンドさんとですね、ツーマンでですね、そうですね、ライブをやらせていただければ、たっぷりとバトルというわけですね、そうです、はい、決まっておりますので、ぜひぜひいらしていただけたらなと思います。ああ、春以降は何するんですか、ね、本当春以降はね、またいろいろ決まりましたよ、大変ですよ、本当に頑張ってください。この時点で何も知らない俺はどうしたらいいんだ蚊帳の外だ、普通に行こう、普通に行こうとにかくね、どんだけ先輩が俺たちを置いていこうと、どんだけ同期が俺たちを置いていこうと、どんだけ後輩に抜かれようと、普通にやりますというわけで、めげるな俺ノーボットでした、バイバーイ。